基地の一番弱点というのは温度管理ができてないということだし、豊洲はそれがまあ完璧ではないけどもできている。だから本当は行きたいんですけど、やっぱりそういう不安がありますので、できたら延期してもらって、そういうものをその完璧な準備支度ができたら行くというような感じだと思います。アクセスが不十分ということで、もう一つ簡単に言うと準備不足、いまだに家賃がいくら、ね、何々がいくらっていうあれが出てきてません。それと駐車場がまず足りません。簡単に言うと、普通引っ越すんでしたら 1LDK から 2LDK っていうの多分より良いね、使いやすい市場ってなるのが、それがなされてません。水産仲卸の立場でお話をさせていただきました。まず会場の時期でございますが、従来通りの11月7日の会場でお願いしたいというふうに申し上げました。理由といたしましては、それを決める過程におきまして、いろいろ組合の中でいろんな意見ございましたが、最終的には、年末の繁忙期を控えて、オープンするのか、あるいは年末の繁忙期に、準備をして、そして、それを超えたところでオープンするのかということで、我々仲卸業者零細でございますので、当然繁忙期に準備はできないということで、まず11月上旬ということで意見集約いたしました。土壌汚染につきましては、ぜひ知事の方から大丈夫安全だというご発言をいただきたいと。都の処理についてはですね、おおむね我々は、それでいいんではないかなというふうに思っておりますし、実際に出たデータもですね、それを裏付けるものだというふうに認識しておりますので、ぜひ知事の安全宣言をいただきたいと、このようなことを申し上げました。